ミサ曲に蝶々作品86はアントニン・ドボルザークが作曲したミサ曲。当楽曲を書き上げたのは1887年のこと。ドボルザークが1884年3月に地震発の英国ロンドン旅行の途上で自作、スターバト・マーテルを指揮して地元ロンドンの聴衆からの大喝采を浴びてから約3年経過していた。当楽曲は ドボルザークの友人で著名な建築家でもあるヨセフ、フラブカの自宅内に建設されていた小さな礼拝堂の落成を祝う記念式典のために作曲されたもので、作曲当年である1887年の9月11日に、その新しい礼拝堂において初演された。初演場所の関係からオルガン伴奏の形で作曲されており、初演当日にはオルガンに小規模な合唱団、そして、 アルトドクショーとして、ドボルザークの妻アンナが演奏参加するなど、親密な雰囲気で行われた。初演翌年の1888年4月15日には、チェコのピルゼンの劇場において、一般の聴衆が入る公開の場での初演が行われた。この時には伴奏として2台のハーモニウムとチェロ、そして2本のコントラバスからなる小アンサンブルが組まれたとされているが、 このアンサンブル伴奏形態が、ドボルザーク自身の発案によるものだったか否かは、定かでなく、また、このアンサンブルに係る譜面などは現存していない。1892年、イギリスの音楽出版社ノベルからの依頼により、還元楽伴奏に編曲。翌1893年に、ロンドンの水晶宮においてこの還元楽編曲版が、アウグスト・マンスの指揮により演奏されている。 キリエ、マイナス読書及び合唱グローリアマイナス読書、及び合唱クレドマイナス読書及び合唱サンクトゥスマイナス合唱、ベネディクトゥス合唱アニュスデーマイナス読書及び合唱演奏時間は35から45分程度である。ありがとうございます。